We're back. Mais um dia. Mais uma voltinha. Let's go.
ってくるわ。たまには息抜きも必要ちゃう。強心。追加料金なし。どうぞ。もうちょい。安かったら行ってもええで。はよ来てや。お願いします。ね、なあ、居酒屋どないでんか。どこ行くん？お前でっか居酒屋一杯飲んでいかへんか。居酒屋どないですか。おい、お前店入ろう。何見とんのや、こら。はい、シェア、もうせえへん。自分下手りゃな。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。ちょっと見ひんうちに老けたな。Yeah.何やって？はい。
取ったんか。おいこら、覚悟せ。こっちにおるで、おとなしい旋回。ほら、やっていきましょう、居酒屋。はい。おとれ、逃がさへんで。一杯飲んでいかへん。
待ってや、寄ってきませんか。なんなんや、あんた。場所を移そうか。財布忘れてたから出しといて。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。何やって？
は？
こっちの味噌の方がうまいって。支配人、お電話です。あの、オーナーだって言ってるんですけど。わかった。何の用や。お疲れさん。お前ちょっと今から出られねえか。な？いやさ、お前と飲みたくなってよ。どういう風の吹き回しや。あいにく。あんたと酒飲むくらいなら自分のしょんべん飲む方がまだマシや。やめとけ。あんまりうまいもんじゃねえぞあれは。店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう。俺は明日場公園で待ってる。早く来いよ。おい、オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるかわからんから、あと頼んだで。え、わかりました。主任にも伝えておきます。すまんの。
エル入れるわ。持ってんのやろうこれ。強せなあかんねん。自分アッシーと思われてる。あれよ。アホキさ。あれよ。ん？アッシー。芝居てまずこれ。やるんかい。あれはちゃあ、そこの逃げ足早すぎんね。へえ、すっきりしたわ。もうちょっと安かったら。でもええで。お前やろな。お兄さん。そのお兄ちゃん。たまには息抜きも必要ちゃう。うわ。メンチ切ったよ。行くで。信じられん。俺だって。星で生まれたり別にベルバンゲットして今日どないさんこんなこともあろうかとあれはおいそこなほう待てや決めたんちゃうだなんなんやすぎんねん強せなあかんねん
え？何やって？
何やねん、あれ。それ、テレビで言ってたやつや。お金ちょうだいや。お金。邪魔や。強すぎんで、おい、はい、はい。
なあ。え？何やって？ええ。無難著何やって？ええ。
やて？無難所え？
え？あいつ。あれは。ボコボコにしたるで。One minute. Be right back.
せれば出た。こないなとこに呼び出して何の用や。そう構えるなって。お前と飲みたいだけって言ったじゃねえか。ほら座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見繕ってやって。いい。こんなご時世だ。10万するフグの解析だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。お、なんだよ、最初の一杯きり全然飲んでねえじゃねえか。あんたが横におって気持ちを飲めるか。もう2年にもなるか、お前との付き合いも。なのにそういう反抗的なとこは変わんねえな。あの島野の兄弟がなんでお前みたいなやつを生かしておいてるんだか。ふふん、まあわけわかんねえよな。極道の世界で親に逆らったやつは必ず相応の報いを受けるもんだ。破門、絶縁、その辺ならまだいいが、ひでえ時には人知れずなぶり殺しにされることもある。お前は穴ぐらい切っていう、その最悪のケースを踏んじまったはずなんだ。だが穴蔵での拷問に1年間も耐え抜いたお前を島野はあそこから出した。耐えたお前のタフさも信じられねえけど、何より一度穴蔵に落としたやつをあの島野が救うとはな。だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴蔵から出たお前は破門も絶縁もされずに極道の世界から追放された。そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、仇として飼うように指示をした。武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか、奴の目的は一体何だろうな。さあ俺が聞きたいくらいや。案外理由は単純で、ただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれねえな。なんだよ、つまんねえやつだな。そうだ、一つお前に聞いてみたかったんだ。なんでお前そんなに東条会に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっ返りが
こんな罰に耐え続けてまで。冴島大河だっけか。お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってたよな。18人殺しの冴島大河か。当時は大騒ぎになったもんだ。東条会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃。結果相手組員18人を射殺したんだからよ。東条会の生ける伝説、こっちでも随分話題になったけど、その冴島も今や無所の中、18人もやったんだ。あとは死刑判決を待つだけだろ。なのにお前はそいつのために東条会への復帰を望んでいる。そこがわかんねえんだ。兄弟は塀の中で死ぬような弾やない。あいつは必ず戻ってくる。俺を殺しにな。殺しに？いや、なんでもない。もう過去の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが、どんな屈辱に遭おうが、登場会でのし上がらなあかんねや。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟分の帰りを待ち続けてるってわけか。登場会に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要があるっつ。泣ける話じゃねえかなあ。あんたには関係あらへん。まあ俺も大門違いとはいえ、島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気にはなれねえな。お前もいい大人なんだ。もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや。お前が俺に言われて素直に入って言わない男なのは分かってる。じゃあお望みの本題に入ろうか。お前、人を一人殺せるか。殺し？ああ、そうだ。なんで俺がそんなようなことを言ったじゃねえか。極道に戻れるなら何でもやるってよ。違うのか。そないなことせんでも俺は店の売り上げあと5億上げて極道に戻る。お弟子生から望みを引き抜いてか。もう知っとんのか。けどさ、もし俺がお弟子生に連絡すりゃ、その話今からでもなかったことにできるんだよ。なんやと。まあつまりお前の未来は俺の手の中にあるってことだ。金儲けさせた上に人殺しまで手伝いっちゅんか。どっちも大事なことなんだよ。俺にとってもお前にとっても。誰をやればいいんや。牧村誠、聞いたことないか。誰やそれ。知らないか。最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春。牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせて、その上がりを吸い上げてる。その上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の産めねえ体にされるってよ。相手がクズでよかったな。やりやすくなっただろ。その牧村って男はどこにおるんや。それを調べるのも仕事のうちだ。牧村は女たちにテレクラで男を釣らせてる。探るんなら末端の女どもから当たるのがいいだろう。テレクラで牧村の息のかかった女を探すっちゅうことか。仕事の期限は2日だ。それまでに的を仕留めろ。もしそれを超えた場合、今度はお前が狙われる立場になる。いいな。そら楽しみやな。
殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかけろ。わかった。真島ちゃん、最後に確認しとくぞ。殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そうが、18人殺そうが、成人を殺そうが、クズを殺そうが、人殺しは人殺し。やった瞬間、まっとうな人生には二度と戻れなくなる。街を歩こうが、家にいようが、人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる。極道の先輩として忠告しておくけど、殺しなんてやらないで済むならその方がいい。当たり前だよな。でもお前はてめえの目的のために見ず知らずの誰かを殺せるか。うるさいわ。どっちみち人の一人殺せんやつは極道として半人前や。やっとるわ。そうか。ごちそうさん。こいつの分もこれで、あとは好きに飲んでくれ。あ、ガンもうまいぞ、食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村誠。それテレビで言うてたやつや。つき回したのは、この星で生まれたい。
行くで。
がんわ。嫁がこれで、これですね。それええやつやん。あよ来てや。電話い。どうも。とりあえず飯。都内でか。居酒屋。都内でか。飲んでてや。都内でか。飲んでてや。待ってや、寄ってきませんか。メッシ何杯でもいけるわ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
っと俺男前やったんちゃう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。今度紹介するわ。さすがやな。あるやん。どんな胃袋しておかわりできる。ええ男の条件で。今自分下手りゃな。あるな。なかなかそんな男見つからへんねん。ダイエット明日からにするわ。いや、ミスやめとけ。みんなに合わされへんの。なあ、ほな。待ってや。なんですの。5分くらいの高でさ、ちょっと見ずにうちに吹けたな。あれ、おらんやん。聞いたで、彼女できたんやって。ええ女やん。家に連絡来とんじゃん。とりあえず飯行く。来てへんの誰。早く電話してこいや。ベル置いてきてもうて。待っとったで。しょうもないことして。UFO や。you
素直に I love you 届けようきっと You love me 伝わるさ君に似合うガラスの靴を探そう。はあ、飲んでってや。お食事どないですか。なあ、一杯飲んでいかへん。なあ、一杯飲んでいかへん。酔ってきませんか。なあ、一杯飲んでいかへん。お食事どないですか。なあ、一杯飲んでいかへん。飲んでいかへん。ちょっと待って、どこ行ったん。食事どないです。家に連絡来とんじゃん。ちょっと出せへん。聞いたね。どないできた居酒屋ね。
おう。お前、今メンチ切ったやろ。やるんかい。じゃ強すぎんで色違いないもしもし。ああ、もしもし。どうもこんにちは。俺、五郎言うんやけど、そっちは？うち？あっこ。あっこちゃんか。あ、何や、元気なさそうやん。もっと楽しくおしゃべりしようや。せやけどめっちゃだるいんやもん。久々に学校行ったけど、速攻で老けてもうた。なんや自分、ひょっとして女子大生？うん、そうやけど。あこちゃん、テレクラにはよく電話しとんの？せやな、うち退屈なんが嫌やから遊んでくれはる人を探してんねん。ほな、外で会ったりとか？時々な。会う会わへんはどないして決めとるんや？お腹空いてる時とか。元気やな。飯おごってくれたら相手は誰でもええんや。別に誰でもええってわけやないけど。あ、そうや、五郎さんやったっけ。五郎さん、入れ墨してはったりせえへん？入れ墨やと？うん、うちそういうのちょっと興味あんねん。しとる言うたらどないする？ほんまにしとるんやったらどんな柄なんか教えてくれへん？なんでそないなことが気になるんや。うち絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてめったに見られへんや。せやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に会うて生で見せてもらったりすんねん。般若や。え？俺の姓には般若が入っとる。そうなんや、般若か。ところでアッコちゃん、俺からもちょっと聞きたいんやが。ん？何？
牧村誠って知っとるか？ごめん、切るわ。ちょっと待ってくれ。何？いやな、俺実はフリーのライターやっててな、牧村藩のこと興味あんねや。それで牧村藩を知ってる人から話聞きたいなあ思っててな。あこちゃん、牧村藩のこと何か知っとるんか？せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか。ああもちろん俺はするで。絶対あっこちゃんにも牧村藩にも迷惑かけへん。どうやろか。ほんまに？ほんまやほんま。わかった。せやったら今から岩尾橋に来て。岩尾橋やな。五郎さんはどんな格好してんの？グラサンに黒のジャケット、髪や長髪を後ろで結んどる。目立つからすぐわかると思うで。わかった。ほな今から岩尾橋で待っとるで。絶対来てや。そしたら後で。僕、絶倫だから。うん？よっ！ああ、ああ、ハハハ。